まもなく4番乗り場の阿部方面、八神山行き、通列車が発車します。次の停車駅は、この列車は9時43分発、加弁店。加弁店下祇園大町方面、通列車の秋亀山行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。島のドアにお気をつけください。まだ列車の車後、左右に入れます。足元にお気をつけください。次の停車駅は新白島です。列車が左右に入れます。お立ちのキャスターはつり革、手すりをお持ちください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は加弁線、下祇園、大町方面、普通列車の秋亀山行きです。これから新白島、横川、三滝、秋長塚の順に終点の秋亀山まで各駅に停まります。途中横川には9時48分に着きます。下祇園10時1分、大町10時8分、梅林10時15分、加弁10時25分、終点の秋亀山には10時32分に着きます。列車は2両で運転しております。お手洗いは前の車両でございます。車掌は小宮山です。終点の秋亀山までご案内いたします。次は新白島、新白島です。お出口は左側です。アストラムラインご利用のお客様はお乗り換えです。まもなく新白島、新白島です。お出口は左側です。開くドアにお気をつけください。アストラムラインご利用のお客様はお乗り換えです。誰かわかんない。横川です。お出口は右側、5番乗り場に着きます。横川駅での乗り換えのご案内いたします。
山陽線5日市宮島口方面普通列車の岩国行き9時55分ホーム変わりまして1番乗り場です。山陽線5日市宮島口方面ご利用のお客様はホーム変わりまして1番乗り場へお越しください。ありがとうございました。まもなく横側です。出口は右側、5番乗り場に着きます。到着の際、列車が左右に入れます。お立ちのお客様は、右側、手すりをお待ちください。また次の横側では、9時54分の発車までおよそ5分止まります。車内温度を保つため、ドアを半自動扱いにいたします。降りられる際は、ドア横のボタンを押してお降りください。まもなく横側です。ただいまドアを半自動扱いにしております。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。この列車は9時54分発加部線下祇園大町方面普通列車の秋亀山行きです。およそ5分となります。9時54分の発車までしばらくお待ちください。福王寺っていうのよそでちょっとやらないで3月に小鳥さん行くってちょっと用たんでしょ。あれが道が全然ダメで小鳥さんの中心せざるを得ない。あの中野東からの尾根筋までが出る道がないなって。全部その富士丸でも五車窓でもちょっと残れるようになって。あ、そうですか。うん、肉まり系は結構広い。あ、そうなんですね。で、加部線の方まで今年は宮島も行っとらんけど、そんなにあれはないイメージ。正直的にこっちが広島台のあのあれから瀬戸川から向こう山がちょっと今勝江坂もね、あれ越生なんちゃうかね。どこですか？勝江坂ってしら、旧八王町の。あ、昔の最後街道。そうそうそう。この前、5月に小山峠行ったでしょ。あそこの峠まで行く間がね、もう川が氾濫して2カ所かんだ。それで、枕木作って、綺麗に作ったものだし、そっとそのまま落ちてね。この小山峠から向こうの大山刀鍛冶の方から全部からと言っておいで、大山峠の入口の大観おろしのところから、あ、これ家が流れてから死んだ人ごろなんで、まあ、この前ちょっと行ったんですよ。役所がちょっと連れて行ってくれるって。来年、笠野が広島入って400年ですよ。でそれで西国街道で、まあ街歩きの商品とかで、まあ、前から計画をするのは人なんですよ。俺がやるためようにって言ったんだが、とにかく道なき道を降りて振り上がってまあ役所がどういうふうに判断するかって感じですかね。とにかくすごい。この蕎麦川城はね、原の方から見たらすごいあれやね、爪痕があるね。あ、そうです。うん、それでも俺も
うん、今はちょっと無理だろうな。はい。はい。はい。16日だったよね。ごめんなさい。今日の夕方は参りますから。はい。はい、わかりました。はい。はい。あんま聞いたことない。玉ねぎのない感じ。何本ぐらいですか。何本ぐらい。200。わし昨日植えたよ。自分で作ってね。種マーケットもろて。今ね、350本みたいな。結構多くなってね。ご案内いたします。この列車は9時54分発加部線下祇園大町方面普通列車の秋亀山行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。島のドアに気をつけください。また列車は車後左右に行きます。足元にお気をつけください。横側出ますと次の停車駅は御滝です。いや、あのね、原でね、あの、原のあれはなんかね、練習場があるほう？いや、地じゃなしでね、あの、イカズチ神社か雷神社か知らんけど、知ってる？小倉神社やな、知ってる？いや、あそこまで行くか、あの、地じゃなしでね、あの、農業試験場ってある。農業、あるよ、農業技術センター、うん、あの手前。畑はあの作ってね、あのマークも敷いたけど、昨日行くって言ってたから忘れとった。酒飲んだけど。お待たせいたしました。この列車は加部線下祇園大町方面普通列車の秋亀山行きです。次は三滝です。お出口は右側です。左側です。ゲストに携帯電話のご使用についてお願いいたします。
車内には携帯電話はマナーモードに設定の上、ご通話はご遠慮ください。また優先座席とその付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。下祇園です。お出口は右側です。
は古市橋、古市橋です。堀口は左側です。また到着の際列車が左右に入れます。足元にお気をつけください。お願いいたします。この列車は10時6分発加部方面、普通列車の秋亀山行きです。およそ1分止まります。しばらくお待ちください。お願いいたします。この列車は10時6分発加部方面、普通列車の秋亀山行きです。お待たせいたしました。まもなく普通列車の秋亀山行き発車いたします。閉まるドアに気をつけください。また列車発車後左右に入れます。足元にも気をつけください。次の停車駅は大町です。
ました。次は大町、大町です。お出口は左側です。アストラムラインご利用のお客様はお乗り換えです。大町です。お出口は左側です。開くドアにお気をつけください。アストラムラインご利用のキャスターはお乗り換えです。次は緑です。お出口は右側です。まもなく緑です。お出口は右側です。開くドアにお気をつけください。チチケンジャヤです。お出口は右側です。まもなくチチケンジャヤです。お出口は右側です。開くドアにお気をつけください。
次は梅林、梅林です。お出口は右側です。次の梅林では、10時17分の発車までおよそ2分とあります。車内音を保つため、ドアを半自動扱いにいたします。降りられる際は、ドア横のボタンを押してお降りください。扱いにしております。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。この列車は10時17分発、壁方面普通列車の秋亀山行きです。およそ2分止まります。しばらくお待ちください。案内いたします。この列車は10時17分発、壁方面普通列車秋亀山行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。開いているドアが閉まります。閉まるドアに気をつけください。次の停車駅は上柳です。Thank you.
お待たせいたしました。次は上八木、上八木です。お出口は右側です。中島です。お出口は左側です。
次は壁です。お出口は左側です。次の壁では10時27分の発車までおよそ2分止まります。車内ごとに車名等を判断を確認いたします。降りられる際はドアイフのボタンを押してお待ちください。次の壁ではドアを半自動扱いにいたします。降りられる際はドア横のボタンを押してお降りください。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。10時27分の発車までおよそ2分止まります。しばらくお待ちください。お願いいたします。この列車は10時27分発、普通列車の秋上山行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まるドアにお気をつけください。次は子供町川、子供町川です。お出口は右側です。
まもなく高度小町川、高度小町川です。お出口は右側です。開くドアに気をつけてください。次は終点、秋亀山です。お出口は右側、2番乗り場に着きます。ご乗車ありがとうございます。まもなく終点、秋亀山です。お出口は右側、2番乗り場に着きます。開くドアにお気をつけください。また到着の際、列車が左右に出ます。足元にお気をつけください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点、秋亀山です。